こんにちは、シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは霊波動の些細な歪みをチェックする方法ということでお送りしたいと思います。まあ霊障の判断とかね、霊波動、霊波長の歪みの判断方法というのは、おそらく以前ちょっとご紹介したこともあったかなと思うんですけども、まあその方法はですね、まあ鏡に映った自分の顔をチェックするという、まあ方法論で、まあそれも一つの自分がなんとなく霊障的なものにやられているのか、あるいは霊波動が歪んできているのかということをチェックする上で、まあ一つの参考になるのかなと。は思っているんですけれども、ただ鏡に映る自分の顔をチェックって意外に分かんないっていう人も多いんじゃないかなと思います。でまあいつも自分の顔って見慣れているから、まあちょっとその顔のね表情とか目の輝きとかに変化があったとしても、まあそんなもんだったかなとかね、なんていうんですかね、自分そなんかちょっと違う気もするけど、でもいつもと同じような気もするとか、割とちょっと判断する際に曖昧な要素が出てきてしまうという、まあちょっと弱点があるのかなということで、まあ今回ですね、新たな第2弾ということで、もう一つのチェック方法を紹介していきたいかなと思っています。で今回のはもう少し具体的に判断できるような方法論を提示したいかなということで、まずこれを実践するためにはある前提条件を満たしておく必要がありますと。まあ、大きく分けると2つあって、まず実践可能な環境を用意する。実践可能というか再現可能ですね、常に再現性のある環境を用意するっていうことが大事なんですね。いつもいつも違った環境でそれを行うと、判断材料にこう誤差が出てしまうので、常に同じ環境で行うということが大事です。で、まあ概ねですけどね、まあ完璧な同じ環境は用意できないかもしれないですけども、まあ同じ部屋で同じ時間帯で同じような服装をして、まあなるべくその環境に左右されない状況作りっていうのが、まあ第一の条件になります。で、もう一つはなるべくシンプルに実践できるものを、実践できることを用意する。まあ、2つの前提条件が満たされれば、まあ、これから例として挙げていくんですけども、その例題に限らずいろんなことでまあ試せるかなと思うので、まず前提条件はその2つだと覚えておいてほしいかなと思います。ただ今言った前提条件だけで自分でこうチェック方法をね考えるのは難しいと思うので、1つのまあ例題として分かりやすい具体例を挙げると、まず積み木を用意してほしいなと思うんですね。何でもいいですよ、あの積み木、あの子供が遊ぶようなやつね、簡単なやつです。でそれをね、同じ環境か、さっきも言いましたけど同じ部屋で同じような時間帯、同じような格好で同じような場所でやってほしいんですけども、こう積んでいくわけです。パッパッパッと、簡単でしょ。で大体どの程度まで積めるかっていうのは人それぞれのその能力にもよりますけども、だいたい10個積めるとか20個積めるとか、だいたい自分の限界って決まってて、それ以上積もうとすると崩れちゃうとかね、もうだいたいパターンがあると思うんです。だいたい10個までは積める、ね、余裕で積める。だけども11個12個になると崩れちゃう。その辺のアベレージをちょっとチェックしてみてほしいなと思うんですね。だいたい10個積める、で毎回何日かやってみて10個は絶対積める、余裕っていうね、そういうのでだいたい自分は10個ぐらいが限界だなという感じで調べておいてほしいです。まず、でそれを覚えておいてほしいですね。で同じようにやってるのになぜかうまくいかない時って出てくるんですよ。同じような環境で同じようにこう積んでいくだけなのに、なんかいつも10個なんか余裕でいくのに8個ぐらい倒れちゃう、5個ぐらいでなんか倒れちゃう、なんかおかしいっていうね。それはね、本当に微細なレベルで霊波動が乱れてる時って、微細のレベルだと気づけないんですよ。例えば本当に大きくこう変動してるときは、あ、なんか調子悪いのとかね、
明らかに何かがおかしいということを気づいたりできるんですけども、微細なレベルの兆しも本当に出てきてるか出てきてないか分かんないぐらいの微細のレベルで分からなかったりするんですね。そういう微細なレベルを判断するのにこのチェック方法って有効だと思うんです。で、微細なレベルでなぜ判断する必要があるかというと、実はレハドの乱れでも何でもそうなんですけども、大きく乱れ始めてそれをこう収束していくのってすごく難しいんですね。よく火事の例えで言うんですけども、大火事は消しにくいですよね。山火事とかだったら本当に半年とかかかったりするわけじゃないですか、鎮火に。半年下手すじゃ何ヶ月とか。だけども、本当にタバコの例えば火を、ね、こう消し忘れなんかは気づいてこうなんか水かけるとか足で踏んづけるとかいろいろやり方あると思いますけども、とにかくそれを消すのは簡単ですよね。でも山火事を消すのは大変です。家が火事になっても大変です。ボヤぐらいだったら家火事よりボヤの方が消しやすい、ボヤよりは火種の段階で消した方がいいという、まあいうのか、なるべくこう微細なレベルで解決した方がいいわけで、それはレハドも同じで、レハドの乱れも微細なレベルでこうチェックして消していくようにすると大きな歪みにならないわけなんで、こういうチェック方法によって本当に全然自分は無自覚なんだけども歪みが生じているということがわかるので、たまにこういうことやってみるといいかなと思います。でね、まあまあ積み木の例を挙げたんですけども、積み木がないって方は別に積み木じゃなくてもいいんですよね。さっきも言いましたけども、再現可能な環境で、なるべくシンプルであればいいと思うんですね。で、僕がたまに思うのはね、例えばゲームとかやる方は応用できると思うんですね。で、ゲームって、まあ、シンプルなゲームがいいんですけども、だいたいゲームってやってると自分がだいたいどの程度までのステージね、そのゲームで、まあ、ゲームの内容にもよりますけど、シンプルなゲームであればもうステージクリアしてどんどん前に行くみたいなね感じで、まあだいたいこのステージまでは余裕でいけて、あるステージは得意じゃないからこうゲームオーバーになっちゃうとかね、だいたいパターンって見えてくるんですよね。だけどもいつもは余裕でクリアできてるね、ステージが、ね、なんかやたらとミスするっていうのは何か起こってる可能性があるんで、意外にそういったゲームとかねやる人まで、ゲームということでもちょっとね、まあ再現可能でそのね、あくまでシンプルなゲームの方がいいんですけど、そういうゲームをやってる時になんかいつも余裕でいってるところがいけなくなると、余裕でクリアできてるものができなくなるという場合には、まあもちろんそのありますけど、その日のそのブランクとかね、そういうのはあるかもしれないけど、ですけども、アベレージをこうね見ていくと、なんかこうおかしいなっていう引きが、ね、おかしいなと思うような能力しかパフォーマンスしか発揮できないという時があると思うんで、それを見ていくと微細なレハ度の乱れ歪みっていうものが分かってくるので、まあそんな具合にね、今ゲームとか言いましたけど、ゲームじゃなくてもいいんですよ。そういったね、再現可能な環境とシンプルに実行できるという、まあ、2つのことを満たした上で、まあ、アベレージを見ていって、でアベレージのパフォーマンスよりやたらと下がるという時、そういう時は何かが起こっているというふうに、まあ、判断する、まあ、一つの方法として、まあ、今回ご紹介させていただきました。なので微細なレベルでね、レハ長のレハ道とか乱れているというのに気づいたらば、まあ、例えばそのね、浄化していくとか、少しの意識転換とかね、心がけてみるとか、そういうことをやっていくと、まあ、大きな歪みにならずに済む、大きな歪みにならずに済むということは、大きな現世次元での障害になってくることを未然に防ぐことができると言えるかなと思いますので、ぜひちょっとね、このレハ道の些細な歪みをチェックする方法ということで、まあ、試して、まあ、参考にしていただけたらなと思います。ということで、今回も守護スピラジオお聞きいただきましてありがとうございました。守護スピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。
ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、シゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。